こんにちは。ライブ放送についてなんですけども、ライブ放送は基本的に毎日やる朝のライブ放送は何時からやりますよってことが決められないんですいませんけども、5時台にやるという形でね、多くの方はちょっと乗り遅れてしまうんではないかなと思います。そこはご容赦くださいませ。その他ですね、夜大体21時から行われるライブは予告して始めることになりますので、テーマは決まってるんですけども、フリースタイルではないんですけども、そんなような感じになります。やっぱり朝のねライブ放送は出し抜けに始まりますんで、情報を受け取ってくださる方にとってみては多少窮屈かなと思うところがありますけども、恐れ入りますがね、朝の速稼塾の配信最優先のためにライブ放送の時間がいささか不定期になっております。だいたい5時半ぐらいかなと思いますけども、誤差がやっぱり10分か20分出ちゃいますん でなるべく5分以内に収めようとしてるんですよね。言われたように一体感連帯感っていうのが若干変わってくるんですけども、そこはちょっと今のところ、長めのライブをやるしかないかなっていうところがありますんで、ご容赦いただきたいと思います。予告してライブ放送もこれからもやっていきますので、そこでね準備していただくって形になるからと思いますね。あとはね、相川さんが何時からやってくださいっていう要求を出してくだされば、その時間に対して予告を出しながら対談みたいな感じでね始めれるんじゃないかなと思います。がっつり対談でなくても、例えば何月何日の何時からできますかみたいな提案をいただいたら、じゃあその時間に調整してやりましょうって可能でしたらね、で予告をしてその時間にめがけて何人の方がいらっしゃるかなという形ですね。その場合はどんなテーマで話していたらいいのかっていうこともねリクエストいただけると幸いでございます。というようにね、やっぱりこう要求を出していくってことも重要なファクターになります。特にビジネスっていうのは交渉の連続なんですよ。価格交渉、企画交渉、提案、それを受諾する、そして、落としどころを作るみたいなね、その繰り返しですから、ぜひその第一歩だと思ってね、何月何日の何時ぐらいからこのテーマでライブ放送をやってみたらどうでしょうかみたいな感じでご提案いただければと思います。よろしくお願いします。